こんにちは、すみだです、奈良県側から水越峠のトンネルを抜けてまいりまして、今日はここからですね、金剛山に向かって歩いていきたいと思います。それでは行ってみます。はい、先ほど車で走ってきたトンネルです。ここは志波や赤坂村になるんですね。はい、登山口に向かって林道を少し歩いていきます。今日はですね、初めて歩くコースで登ってみたいと思うんですけども、青毛道を歩いていきたいと思います。先ほどお会いした方がもう林道を登って右側に曲がったところすぐだよって言われましたので、この辺りなんですかね。登山口、あ、ここですかね。あ、ここのようですね。はい、では登っていきたいと思います。歩き始めてまだ5分ぐらいですけどもね、整備されたとても歩きやすい道を上へ上へと登っております。登山口から10分ぐらい、ひたすら登ってきまして、今は少しこんな平坦な感じで呼吸を整えることができます。ちなみにこの地図はいつも私が山歩きの時に携行している地図なんですけどもね、この中で、山の紹介文のところにですね、このコースのことが書かれてますので少し読んでみたいと思います。北部の葛城登山口からなだらかに尾根を登る青毛道は、植林の間から太陽の光がよく当たる気持ちのいいハイキングコースです。しっかりと踏まれた、登山道は金剛山でも人気のあるコースで、夏でも風がよく抜ける快適な道ですと、そのようにご紹介されております。登り始めて30分ぐらいですかね。ずっとこう登りが続くというよりはぐっぐっと登っては少しこんな感じで、平坦なところがあって、なんかとっても歩きやすいです。確かに木々の合間から青空が見えますと、それはそれでとってもいいんでしょうね。今日は曇り空なんですけどもね、でもかえってその方が、暑すぎず、快適に歩けております。時折頬に当たる風が本当に涼やかで気持ちいいんですよね。はい、引き続き歩いていきます。今のお二人の方と道ですれ違ったんですけどもねお一人の方が背中の荷物のファスナー全開で開いてますよって言われましておかげさまで、水と非常食を落とさずに済みました。ありがとうございます。何やらご案内があります。にがらべ、なんて呼びするんですかね、見まくり道なのかな。私は、山頂の方なのできっとこちらですね。おや、ここは こちらは違いますよね。左ですかね、まっすぐですかね。まっすぐはちょっと下ってる感じですが、目印もありますし、まっすぐ行ってみます。少
少し下る感じですかね。あ、ベンチがありますね。あ、案内があります。あ、ここが瀬戸か。はい、こちら、国道309号線の方からずっと歩いてきました。現在ここ瀬戸です。はい、ここからですね、金剛山山頂へあと40分歩いていきたいと思います。いや、先ほどちょっと悩んだところをまっすぐ行ってよかった。ちょっと下ってましたんでね、このまま山下っていったらどうしようかなと思ったんですけどね。いや、よかったです、よかったです。登山口から登り始めこそ、ああ急だなっていう感じだったんですけどね、もう本当にそこの登り以外はこんな感じで、とっても登りも緩やかなんですよね。整備された歩きやすい道が続いております。で、少し登るとこのような平坦な道が出てくるんですよね。おや、ここは道が分かれていますが、もうここまで来たらどっちからでも行けそうなんですけど、なんかこんな感じで木が横に置いてあるので、こちらには行かず左に行きたいと思います。あ、なんかよく見たら通行止めって書いてますね。はい、こちらに歩いていきます。あ、ここに出るんだ。はい、瀬戸の方から歩いてまいりました。何度か歩いたことのある道と合流しました。何やら楽しそうな声が聞こえてまいりました。はい、呼んでください。声に出して。気温は18度だったんですね。通りで登りやすい感じでした。平日もう12時回ってるんですけどもね、山頂手前の広場は今日も人気です。はい、まずは葛城神社様にお礼参りに向かいたいと思います。午前中は雨が降ってたんですかね。濡れた静かな参道を歩いております。はい、参道にございます福徳将来の守り神福石様です。はい、静かな山頂です。山頂に鎮座される葛城神社様です。無事に登らせていただきましたことを御礼申し上げました。山頂広場で少し休憩してから下山したいと思います。はい、山頂広場の様子です。少し青空が出てきましたかね。今日は曇りで、見晴らしは諦めていたんですけどもね、青空も少し見ることができてラッキーです。はい、山頂広場は、今日もたくさんの方の笑顔があふれております。はい、無事に下山してまいりました。上りも下りも同じコースを歩いてきたんですけどもね、事前に調べた時に目にしましたように本当になだらかに、登っていく、そんな感じのコースでした。ご視聴いただきありがとうございました。すみだでした。